ミネルさん、テッペ先生おはようございます。ノリコ先生おはようございます。おはようございます。なんかね今ちょっとバタバタしました。元気ですよありがとうございます。ノリに乗ってますか。いやちょっとまだ朝なので、リリ朝なのでまだちょっとあのテンションは低いんですけどはいこれから上げていきますのでよろしくお願いします。テンション上げますか。なんかはいテペ先生テペさん今半袖でしたね。 暑い,暑いんですね。そうみたいね。うわあ、うん、羨ましい。あの、昼は暑い。うんうん、夜は、まあ、日の夜はちょっと肌寒かったですね。うん、涼しくなって。涼しい感じで。はい,はい、いいですね。うん、あ、いい、いい季節ですね。はいはいはい あの短いでしょうけどね、たぶんこのあと、200倍雨が増えてきますからね。はいはいはい。ない蒸し暑くなりますよね。うん、はい、もう,まん,うんまんじゅうみたいな顔になっちゃう、ね。<laughs> 蒸し蒸し、蒸しパン。はい。蒸しパンですよ。明日からゴールデン、日本はゴールデンウィークゴールデンウィーク。 え、ちょっと待って、カレンダーがよく、私は日本のことがよくわからない。明日。そうそう、明日から。明日、何の日でしたっけ。え、何の日、二十九。うん。肉です。肉の日です。ね肉の日。二十九。肉の日。そうか、そうか。あ、特別な日じゃなかったっけ、四月二十九日。はい、もちろん。毎、毎月あれですよね。二十九日は肉屋さん。が肉の日。肉の割引で。そうそう、スーパーマン。何が安いんですか。肉コーナーとか、肉とね。え、肉の日。 肉肉なんか29なるほど肉の日肉の日じゃなくて明日は昭和の日です昭和の日か昭和の日っていう名前になってるのか僕たちの日ですよ僕たちの日私たちの日ですね昭和生まれ昭和ジェネレーションなるほどあの昭和の日は何なの何なのよくわかんないもともとんだったっけえっと もともとはですね前のなんか天皇様のお誕生日だったのかなえそんなことだったかな忘れったそうですねそうそう昭和天皇の誕生日だったということでなるほどで今昭和の日になってるんだそうですね昭和の日と言いますよね、うん、はいはいはい天皇誕生日っていうのは変わるんですよねそうですよねはいはいはいもろんだって今の天皇の誕生日だから、うん、なるほどなるほど、はい でもやっぱり昭和というのはちょっとあの、えー、とてもとてもあの不思議なあのドラマチックなあのまあ期間ですよねピリオドといいますよねその期間ではい、はい、とても長いんですよね昭和って。うん、あのなぜかというとその昭和天皇さっきのお話ですけど、はい、昭和天皇が結構若く若い時に天皇になりましたね。そうで,す、ね、で結構長生きしましたよね。うん、うん というわけで、昭和、今僕、ウィキピリアを見てますけど、<ー>えっと、昭和はですね、えー、昭和、昭和は結構長いですね。昭和は、えー、っと、まあ、60年以上続いてるんですよね。なるほど。えっとね、昭和時代で、えー、1926年から、 1989年までですから本当にまあ日本にとっても世界にとっても大きい変化があった1926年から、うん。 1989年という,そう、そういう時代を昭和と、ううと日本では昭和と言っていて、僕ものりこさんも生まれたのは昭和。はあ、昭和なんです私、はい、ただ僕のお父さんやお母さんももちろん昭和に生まれていまそう,、ね、そ,うそう、だから長い,だ、ね、長いんですよ、昭和は。ジェネレーションが、昭和ジェネレーション。うん、あのー、子供はもちろん、てっぺいさん、お休みだよね、明日から。じゃあ,あのね、これちょっと不思議で、明日は休み。な で、土曜日も日曜日も休みなんですけど、月曜日、学校があるんですあ、確かにね。間が空いてるはいはい。ゴールデンウィークと言いながら、2日は何もない。2日は学校に行って、学校の先生も大変だ。はいはいはい。いやいや、それは本当に嬉しいですよ。ちょっと何が、子供が嬉しいの誰が子供が学校に親が嬉しいの親が休めるでしょ、ちょっと。ああ、そうか、そうか、2日はね。 はちょっとまてペさんはいつも通り多分仕事をするのかなそうそう、月曜日はね、あの、別にしたり、ポッドキャストを撮ったりね。そうそう、子供がいない間にね、日本語って子供と一緒に行ってますけど、子供は学校に行ってます。学校に行ってます、そうそうそう。なるほど、なるほど。子供が学校に行ってないと撮れないです。そうだよね。ほん当ね。そして、その、 子供がね家にいた時に撮ったのがあの声ですからね。あの日本語コンテッペって子供が言ってる声ね。あれあの日に僕は子供が家にいるにもかかわらずポッドキャストを撮らなければいけなかったんですよ。大変ですよねそれは。はい。そして撮ってたら子供が「へへへ」とか言って入ってきて「日本語コンテッペ」何回も言うんで「ちょっとお前待てもうレコーディングするぞ」って。そうお前も一緒に。そう行くぞ やるぞってっしたら「いやんごてっあいいねじゃこれ使ういいんじゃないいいんじゃないあれはいいと思うんですけどねポッドキャスターデビューさせたんですね5歳ぐらいの時そしてえっと火曜日水曜日木曜日が休み休みで金曜日はまた学校に行って土曜日日曜日が休みなのででですね今年カレンダーまあでもね悪くない悪くないですよねあの たまにね、うん、その土曜日日曜日がそのあの祝日になったりするじゃないですかはい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 で。今年ら大型ですね大型でらいわゆる大型と言いますね大きいまあ大きいと言ってもまあ、うん、いやいや多分人によってはいい明日からうん結構その29から9日ぐらいですよね、うん、多分 十日ぐらいは休むかな。うんうん、それは今年なんか、うん、みんな移動しそうですね。まあ日本の中がほとんどだと思うんですけど。うん、ね。まあいろいろね、あの沖縄に行ったりとかそういう人もいるかもしれない、ね、そうね、飛行機のチケットを取ってる人もいるでしょう。シーパン船に乗る人もいるでしょう。う、ね、はい。僕はどこに行こうかな。 いやまあ近くの公園でいいんじゃないかな。公園ですか。<laughs> 公園はね。いやだって前も話したけどね、やっぱみんな出かける時だから、やっぱどこも混み混、はい、みますよね。そりゃいろんなとこに行くと。静かなところありますかね静かなところなさそうじゃないですか、ゴールデンウィーク。静かなところね。<laughs> <ー>多分あの大人が。 行くとこは静かなんじゃないかな。子供がやっぱりうるさくて。うん、あの、この前ね。うん、まあ、二、まあ、駅ぐらい離れたところの、あの、うん、伊東洋華堂に行ったんです。うん、<laughs> 伊東洋華堂。<laughs> 伊東洋華堂。<laughs> わかりますよ。なんかあのスーパーみたいな。デパー。トでも、なんかいろんなものが売ってありますよね。大きい、大きい。大きいスーパーですよね。なんか。ウォールマートみたいな感じ。はい、はい、はい、わかります。伊東洋華堂に行ったんです。はい。伊東洋華堂。伊東洋華堂。伊東洋華堂に行って。あの。まあ。地下に、地下ですよね。地下にあのフードコートがある。 ありますねフードコート、えー、フーードコートってっんあんまりないでしょあそう食べたのかにはそっかそっかヨーロッパにはあんまりないですよねフードコートあヨーロッパにはないと思うね、うん、あのなんかシンガポールは結構有名ですよねフードコートはい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 。あったんだ、はい、で日本にももちろんあって、うん、あのフードコートというのはまあ例えばそこにマクドナルドもあったし、うん、あの うどん屋とか、えー、とステーキショップステーキハウスやあとサブウェイサンドイッチもありましたねそしてアイスクリームあとカレーライスとかもあったしで、えーとまあ、家族で、まあ、2人3人とか4人とかでみんな食べたいものが違いますよね。 例えば子供はマクドナルドのハッピーミールがいい僕はうどんが食べたい奥さんはサンドイッチが食べたいそういう時に普通だと無理ですよねそんなことはねだけどフードコートに行けばフードコートだとはいフードコートに行けばその真ん中にテーブルがあってもちろんセルフサービスなんですけどまあ最初にマクドナルドに行って えー、ハッピーミールを買いその後うどんを買ってその後サブウェイに行ってサンドイッチを買って、えー、席に座ってまあ一緒に食べることができる。るいいよね便利ね便利でいいんですけどやっぱりフードコートって子供が多いんですよねあ分かるうるるううささいくてね。 久しぶりにね、びっくりしました、まあ、賑やかなんかあの、いつも東京はねあの、たくさんの人がいるんですよ、どこに行っても。でもいつも、なんか大人がたくさんいるお店とかだと、まあ、人はたくさんいるけど、普通に会話はできるんですけど、なんか子供たちはもう叫んでますからね、うん、うわーみたいないつも。なんかね <laughs> 疲れそう奥さんと話をしているのに全然聞こえないんですよ。わかるなんかね、声が枯れるぐらいね、うるさい。音楽も流れてませんか音楽も流れてる。流れてうるさいね。ダブルでうるさいね。みんな多分ち着かないみんな声が大きくなるから、みんな聞こえないんですよ。全然。びっくりしましたよ。奥さんがね、なんか話してても全然聞こえないから。 あれ、スカイプミュートになってないみたいな、そんなスカイプとかね、ズームのね、あの、マイクが入ってないよみたいに思ってしまいましたけど、あ、これはリアルだなと。わかる、わかる、わかる。声が聞こえない。マイクがオ,オフになってないですかとうるさいね。いや、うん、いやいやいや。そういうとこもちょっと行きたくないね、これで行くね。そう。いやーフードコート。

あのねすごいあの倉敷の私の出身地のこと話してもいいですかおいおい倉敷の,あの私が住んでいた時によく行ったそういう場所はですねう,んど、うん、うどん屋さんがあるんですよああもちろんねうどんのエリアですよねうどんうどん、うんはあ、うどん食べてましたね大体何うどんですか、うん、あのね、うん、ぶっかけうどんおぶっかけうどんというのはあのうどんに <laughs> うん、えっと卵とか,か、ね、そういろいろまあ選べるんですね,ねいろいろなのがのってその上に、うん、まあ私は、ね、冷たいの言ってましたね冷たいぶっかけはい、はい。醤油ですよねだから醤油みたいなタレがこう,、うん、そう,そうちょっと甘い甘いぶっかかってるって感じですねぶっかかってるそういうことです普通うどんって言ったの、ねうん、スープとかねうん 暖かいかいスープの入ったうどん。夏だとザルそばみたいに。ザルもできる。リップするタイプがあるんですけど、ぶっかけというのは、それが全部一緒になってるんですね。うまく混ぜて。そうそう、混ぜて、混ぜて、ぶっかけて、はい。それはね、必ず、はい、そこで頼んでました。安いね。安くておいしい。うどんはね、安くておいしい。 それにおにぎり2つとか。おにぎりおにぎり。そしてお稲荷さんも2つぐらい。そして天ぷら5個ぐらいと。それ結構高くなります。高いというか食べられない。意外と食べられないし高くなっちゃう。ねそううそそれかドーナツ屋さんも入ってましたね。ドーナツとか。ドーナツ。 うん、だから、ご飯を食べないときには、ドーナツとアイスコーヒーとか。うん。<laughs> 懐かしいな。ドーナツとアイスコーヒー。そんな感じ、そんな感じ。うん、いい,ね、いいですね。いいですね。いいですね。あれ、ちょっとあの、悩みますよね。うん、うん、何々。あ、何を頼もうかそう、なんか、その、例えばね、よくあるのが、まあ、ラーメン。ラーメン。ラーメン。はいはいはい。あ<の>あの そしてカレーカレレーーあるあるる牛丼はああ牛丼とかもあった牛丼も最近はあるでしょうね。うん、でも例えばラーメンとかカレーとか例えばラーメンとカレーね。うんうん、例えばじゃあ,あの、まあ、家族で行って、うん、例えばお父さんがカレーを食べようかな、うん、ううとか言ってね。うん、でえー、僕もカレーがいいかなと思ったらお父さんが。うんうん ラーメンにしようかな変変わわるるんんでですじゃあ、僕もラーメンがいいかな。か人がね聞いたものがよくなるんですね。例えば、お父さんがカレーにして、僕がラーメンにして、でもなんかラーメンを食べているときに、カレーも美味しそうだな。ある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 ですね。他の人が食べているものがね。そうで僕はカレーを食べたら、あれラーメンも美味しそうだな。 これねそういうコンセプトのお店があったんですよ。<え>なんかその10年ぐらい前に僕はその下北沢というところに住んでた時に、うん、あ,のあったお店なんですけどハンバーガーとラーメンを出すお店なんです。うん、なるほど、うん、ハンバーガーーガとラメでいや両方とも美味しいんですけどいつもいつもそういう気持ちになるんですよね。<laughs> えどういうことどういうこと両方食べたくなるそうだからどっちを食べればいいのかな。<laughs> で僕はハンバーガーを食べてるときはなんか周りの人たちのラーメンが美味しそうなんですよね。あ,よねあれラーメンにしとけばよかったかなと思うし。でラーメン食べてるときはなんかこう周りの人のハンバーガーが美味しそうに見える。なん <laughs> からセットメニューってこと。 両方ちょっと多すぎるかな <laughs> あ<の>、うん、両方本当に大きいラーメンだし大きいバーガーで半分半分とかないですよそんなの変なとこですねそれそうだからちょっとね嫌、うん、な感じでした集中でいないそういうのはないですか集中したいでしょやっぱり したいねだからやっぱりラーメンだけのラーメン屋さんに行くべきですよね。そう、ラーメンだけのラーメンただだねラララーーーメメメンンンののけ屋にも最近そのラーメンとつけ麺とかねいろんなメニューがあるわけですよね,ね。つけ麺はちょっとこう。ャチャーハン。チャーハン。それもありますね。例えばラーメン食べてて、あチ、うん、ャーハンと餃子も食べたいな ななんか餃子の王将みたいところそうですね。でもそれはそのあとでね「あじゃあ僕もあの餃子もお願いします」って言って追加することはできるんですけどラーメンとつけ麺だと最初に選ばないといけないからね。そうですね。それはまるであのクラシカルなラブストーリーみたいなものでどっちにしよう。なるほどなるほど。 あのブリジット・ジョーンズですよ。どっちがいいのかわからない。<laughs> なるほど、選べない、うん。まあ、あるある、そんな時ありますね。成川さんにはないでしょ。のりこさんもいつも、あの私はうどんです。<laughs> そう。いや、実はね、実は私は、まあ、そういうところでうどんがあれば必ずうどんに行ってます、ね。あそんなにうどんですかもう私はうどんが大好きだから <laughs>、まあ。迷わずうどんに行ってるけれども。うんうん 素晴らしい,いや、素晴らしいじゃない。冒険しないタイプですね。もう,うどん。いつでもうどん。えでも、例えば、あ、のりこさん、このフードコート、はい、あのラーメン、あのラーメン、美味しいですよ。うーん、そっか、美味しい。でも、そこにうどん屋さんがある。ありますあります。美味しいうどん屋。ぶっかけがある。ありますあります。でもじゃうじゃあ、じゃあ次の日、同じフードコートに来ました。うん のりかさん、昨日うどん食べたから今日はラーメンがいいんじゃないですか？えー、次の日？次の日でもすごいおいしいうどんです。うわ違うトッピングでうどんですね。<laughs> <laughs> そんなにうどんが好きなんですね。そうなんです。私ね、えー、えー、違いますか？多分岡山の人そんな人多いと思うんですけど、うん、うどん行きますね。絶対うどんだと思うわ。うん。多分ラーメンは一ヶ月に一回ですね。 なん <laughs> ですか、それ、うん、そいいのか悪いのか。うん、岡山県って、その、まあ。隣は、もうすぐ九州ですよね。あ、違う、違うわ。違う、違う。違う、鳥山県ってこと。九州までちょっと。距離は、ね。遠いですね、まだ。遠いですねか。じラーメンはあんまり、ないんですね。 うん、いや、やっぱうどんでしょうね。日常の生活の中に溶け込んでいるもの,はえあの。あのエリアはラーメンはあんまり人気じゃないってこと <laughs> いや、あるんですよ美味しいラーメン屋さんもあると思うし、うん、チェーン店の,、ね、あの大きいとこも入ってきてるんだけど、うん、やっぱり日常的にこうあるのはうどんでしょうね。はい、ローカルフード。うんうん、ソウルフード。うどん、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 うどん。うどん屋、今大変じゃないかな、でも。 あの,ね、あの小麦粉でしょ。小麦粉の値段が上がって、ね。ですよ。やっぱり影響あるでしょうね、うん。影響あるでしょうね。まあもちろんラーメン屋もですけど。うん、いやでも思い切って値上げしてもいいけどそれでもやっぱ安いよね。すごい信じられないぐらい安くないまだ。まあその他の国に比べるともう本当に。 頑張ってるよ、ね、安いところはもう300円。大丈夫なのそう大丈夫なのって思うよね、逆に。はいもうちょっと値上がりしてもいいんじゃないかと思うけど。まあ、500円、まあ、5ドルですよね、うん、ぐらいで普通に十分食べられますよね。びっくりしちゃうけど、小麦粉値上がりしてますよね、皆さん。ん皆さん、ほんに。<ー>んご飯を食べる、ねあのうん、ご飯を食べればいいんですけど、でも、うどん。 のりこさんみたいにやっぱりうどんが好きな人にとっては、うそうそうそう、ね、大変だよね。じゃあ今日はちょっとうどんじゃなくて、うんんあのカツ丼にしましょうとか、カツ丼にしようか、牛丼とか、ね、牛丼とか、親子丼丼ぶり。どうですか、ご飯牛丼の隣に美味しいうどん屋があって、<ー>でもうどん屋はちょっと高くなった私はうどんに行きたいんだけれども。うん 私の旦那ちゃんがね、やっぱどんぶり丼が好きなんですよ。うん、ああ。彼はあの日本に住んでいた時、よくあのそういうなんかすき家とか <laughs>、うん。行ってましたね、彼は。牛丼。うん、だからもしそこにだ、なさんがいたら。うん、いや、やっぱ牛丼が食べたいって言って、わかったよって言ってますね、多分私は。牛丼に。あのー。うん、旦那さん、うどんは。あんまり。 好き,いいや好きですけど、でも、はい、うどんとどッぶり系で比べると、彼は本当にあの吉野家とか好き屋を選,び選ぶでしょうね。はいはい、カレーライスは <laughs> カレーライスも行ってましたね。うん、はいはい、ココイチとか彼は行ってた、日本に住んで,たんで。た。ココイチ。ここだから、うーん、ね。だから多分私も、じゃあ分かったよって,って言ってるでしょうね、多分、旦那さんに合わせて。は でももしフードコートだったらたら別ののもうどんを食べてはいはいはありがたいことにうどんに、あのー、カレーとかねカツトンとカレーライスとかいってるでしょうね別々のものを食べられますへえ